いや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 あら、綺麗な山の中でカレー食べてますね。美味しそうですね。スマイチの人、切れてたね。そら、いるわ。最悪の呼び出しランキングトップクラスに入るわ。険しい山道登ってるから、料理がこぼれても文句言わんといて。あら、これはドラえもんの秘密道具で、みんながどっかへ旅行しに行くシーンのようですね。聞いてみましょう。いっぺん、北海道来てみたかったんだよ。俺、大阪行くぜ。僕、博多。僕、マリア海溝、なんちゃ。甘いよ、終了。おめえのやるみたいな前髪、ランちゃんちゃんと唯一入り合える前髪だと思ったぜ。あら、目の前で同僚と上手い人が落ち込んでおりますね。プレゼンのデータ消えたかって落ち込むなよ。俺なんて間違って人のプレゼンのデータ消しちゃったんだから。とんでもないことやらかしてんな。大が犠牲することによって発揮を取らせて立ち直らせるスタイル。世界一無意味な雑学を教えてください。おー、どんな雑学でしょうか。オープン。炭火焼きと書くと火を3連続で書くことになるよ。あー、確かに火が3連続で書かれてる。気づいた人すごいな。お、誰かこっちを見てます。見てるだけ近づいてこない。半額シール待ちなんだろうな、きっと。夕方になるといそうなやつ。スーパーで働いたことあるけど割引シール貼ってるとのストレス半分が離れないで。お、少年が歯ブラシを口に越えて何かを聞いてますね。ここにあった排水口を掃除してた歯ブラシ知らない？うわー。星屑さ